北朝鮮による拉致問題に関するシンポジウムに出席した林官房長官は、一国の猶予もないとして、解決に向け全力で取り組む姿勢を強調しました。政府主催のシンポジウムは今日午後、東京都内で開かれ、拉致問題担当大臣を兼務する林長官は、被害者家族と面会してから望んだことを明らかにしました。

拉致被害者、横田めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さんは早期の日朝首脳会談の開催とすべての被害者の帰国を実現させるよう求めました。